こんにちは。こんなにすごかった伝説のあの日の天気の金子大輔です。引き続き竜巻に注意が必要な天気図についてのお話です。こちら、低気圧ですね。温帯低気圧と呼ばれている日本付近で一般的な低気圧です。一般的な温帯低気圧は、温暖前線、赤い部分ですね、赤い丸の丸印のついている温暖前線、それから、青いギザギザマークの寒冷前線というのが低気圧から伸びているのが一般的です。温暖前線は一般的に、広い範囲に雨雲が発生します。広い範囲に雨雲が発生して比較的穏やかな雨がしと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 降ります。一方、寒冷前線では雨雲の発生する範囲は比較的狭いです。比較的狭いですが、ざっと激しい雨が降ります。しばしば雷ですとか突風、雹、竜巻などの激しい現象が引き起こされます。ですから寒冷前線が通過しそうな時には竜巻に注意が必要といえます。特に日本海側の地域では起こる竜巻はほとんどが寒冷前線が原因で起こっていると言われます。ですから、もし低気圧のから伸びる寒冷前線が通過しそうな時には、竜巻にも注意が必要です。